私、なあアリス、さすがに今回はやめとこうぜ。魔物相手だって怖いのに、今度は同じ人間相手だ。敵でも傷つけるなんてアリスにできるわけねえ。な、下がっとこうぜ。いや、いいぞ。だっていっぱい怪我しました。あの人、みんな怪我させたりします。天候さんも撃たれした。私嫌い。大人の私もあの人嫌い。だから逃げないです。アリス、そんなにか。うん、よし、そしたらアリス、アリスは俺っちが守るぜ。ダメだよ。ウェイ、お人形、私ザイちゃんから。いや、アリス、でもアリス、俺っちは魔法だから壊れん。ああ、そうじゃねえのか。まあ、俺っちが一緒に行かなきゃならねえのは変わらないからな。行きながら考えようぜ、な。あいつが、マガヤマか。魔法使いじゃねえんだよな。なんで一般人があんなに強いんだよ。魔物操ってるように見えるし。お人形、私と同じ。なんだって。いやいや、違うぜアリス、一緒にしちゃダメだ。あいつは魔法使いじゃねえし、操る魔物に愛情を持ったりもしてねえ。でも私、お人形戦って。それでも違うんだよ、理屈じゃねえんだ。俺ちたちはアリスのために戦いたいんだ。お人形、ごめんなさい。私、私やらなきゃ。あの人止めなきゃ。じゃないとダメだよ。私、みんな一緒に戦おう。無理すんなよアリス。少年、悪いけど頼む。俺っちたちは戦うのに精一杯だ。もちろんアリスのことは守るけど、それでも頼む。少年もアリスを守ってくれ。